こんにちは、鎌倉日和の田原です。今回はこちらの鎌倉山下飯店に、来てみました。鎌倉駅からは徒歩5分くらいのところの、近いところですね。で、地下にあるのでちょっと場所は目立たないんですけども、私初めて行ったんですけども、本当に料理が美味しくて、おもてなしも素晴らしい、そんなお店でしたね。結構おすすめしたい物件でしたね。これはやっぱ地下っていうこともあって、結構あんまり目立ってないっていうか、表に出てないんでしょうね。でも味は本当に間違いないです。もう鎌倉で30年ぐらい続けているお店だそうなんで、もう間違いないですよね。多分鎌倉の地元の方から愛されている中国料理屋さんだと思います。はい、店内です。で、結構店内も上品なんですよね。こういった大テーブルがある個室とかもあったり、結構年配の方が来られてましたね。若い方は全くいなかったです。はい、でこちら待合のとこですね。待合のとこもすごい上品で清潔感があって、素晴らしい場所ですね。こちらは何の絵でしょうかね。はい、で、メニューですね。いや、私今回頼んだのはレディースランチです。メインから1品と、ご飯から1品、あとデザートも1品選ぶというセットですね。はい、で店内は、私がいるテーブルいくつかある大きな部屋と、あと個室も、5つぐらいありましたかね。はい、で宴会もできるそうなので、はい、100名ぐらい入るそうです。はい、でまず、来たのが、サラダです。もうこのサラダももう抜群に美味しかったですね。後ろにある絵が、はい、でマンゴーソースとエビのサラダなんですけども、もう最初から美味しかったですね。もう本当にほっぺたが落ちるぐらいの、マンゴーの旨味とエビといろいろ絡み合って美味しかったですね。でこちらが青さスープですかね。これもね美味しかったですね。結構料理全体コクがあって、私もちょっと濃いめの料理っていうかが好きなので、私の味舌にも合ってたのかなっていう感じでしたね。でこちらが、牛肉の、四川風、辛味炒めですね。こちらもね美味しかったんですよね。すごいコクがあって、味付けも抜群でしたね。すごいコメント言ってますね、うまいわって。で、こちらが、桜エビ入りチャーハンですね。この、炒め物と一緒に食べたら間違いないでしょうね。美味しいですよね。ではまず牛肉の炒め物からいただいて、次にチャーハンをかき込む。これは間違いない、うまいわ。はい、で最後、杏仁豆腐ですね。もう美味しかったですね。さすが鎌倉で30年続けているお店ですね。これはおすすめしたいです。概要欄にお店の情報を載せていますので、そちらご覧ください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。